ホットドリックシーオルデブン、ホットドリックゲーム、オンチャリのガキ、全員、殺してみたー、殺しまーす。どうも、先ほどの配信で CR のおさたい引いて、CR21 で髪の毛ではなく、コメント欄に草を生やした男です。うせろ、俺の気が変わらないうちにね、本当に悔しい。さっきビロンパの配信大好きなんか、フェンベルすげえ、フラーフェンベルというですね、まあメインヒロイではないけどね、私の最推しですよ、もう結ヶ浜ゆりですよみたいなやつをね失ってしまったんですよ。まあでも俺には雪の下雪の子いるということで、ちょっとね気持ちこれ切り替えてね、それ頑張ってね、もうポコリ散らかしていきたいと思いますよ、クリオナ使って。はい、まあとりあえずちょっと乗るして見ていこう、乗るして見ていこう。まあ総合値100ということでね、あやべや、フェンベル思い出しちゃったもうダメダメだー、おい強めのウイスキーがねえと実況できねえよ、やべえ、もうあいつのこと忘れた、ドナード助けて、あー忘れた、強いすごい、黄色一つないこの中、青緑空たまんねえ、マジでやばすぎる。応援センスは99、パスもちゃんとできるし、決定力95、ヘディング99、スピード心拍数98、89、高いし、ひじこむも91、高えだろ。フェンベルフ99なんよな、身長配置190なんだよな、あれ超えて増えん。まあでも切り替えよう、でもラインブレイカーのロナウドはやっぱこのオフェンスと決定力の高さとヘディングの高さね、こういうところ総合力比べたらフェンベルと何の遜色もない、どっちもトップレア間違いねえ。そうだ、ダブルヒロインやらせてもらってたから、スキルはね確かにあんまり大してもない、ダブルタッチとは持ってたなフェンベルはダブルタッチとは持ってたさすがに。それでもロナウドはラインブレイカーだろな、そのロナウドがラインブレイカーとして裏にバン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 抜け出してくるわけですよ、もう弱いわけねえだろタコが、ウィンヤチップは、まあ、強いわね、さすがに。で、このホットバチに重いを親指に乗せて、もう、オンチャルドかきに電光石火の疾風重雷、ぶちかわしてやりますよ、レッツマッファギャン。さあ、てことでやってやろうじゃねえかよ。しかもこっちの CR7 はお前らが持ってる生クラ CR7 の違うから21やから、はっきり言ってスピード心拍数なんか90ちょっと書いてくる、俺99みたいなもんやから、はっきり言って。まあ、ライブアプリ A やからな、絶好調ったら普通に完走するし。はい、小早川瀬奈。間違いないですね。これね、ガオーリケのフィジカルと小早川瀬奈の足を手に入れた、もう最強のなんか生命体 X が爆弾しました。はいはい、これもう世界崩壊の危機来ちゃってんだ、これね。相手は4123。なるほどね。結構攻撃的な感じでありますけども。おい、うちの CR7 一人でブチ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 、あー、フェンベルダメだ、こっちを振れ、 CR7 でパコパコするんだよ、メンベルを忘れるためにはそれはするしかないんだ、ゴールネットをパン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 、朝はパン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 って感じで揺らしていくんだよ、それで裏はメンベルを頭の片隅から消していくんだよ。おお、画面から立てます、フリットに通るな、でここから CR7 ビバッ使いたいです、とこれキープさせてみようか、でこれ前向いちゃって、このスペースがあれば CR は打てば入りそう。いやーでも CR7 できればな、決めてほしかったな、お前が中途半端なプレーをするために俺の頭の中にフラーフェンベルの顔が思い浮かばれるにはきついんや、これや、だからクリスチャルロナウドのいいところをもっともっと見ていきたい、これファーにいますね、なんでここで蹴ってくるのっつったらやっぱりこの口でやってたキーカマミンが回収します。まあフェンベルになくてもカマミンがいくからアンカーの総合着もうカマミンと一緒やから、バランがここでポパナからここね、ちょっとなんか若干リーフットじゃないけんなんか使いづらさあるんやけど、なんとかそれは言い訳にせずに戦っていきたい、マルディ行け、全てマルコ様の前が、うーん、フィートヘリング、ドラロ決めろ、この蹴ってクソクソチキソ、全て決めてくれ、全て決めてくれたと俺はもう満足できない、前向いちゃうか、前向いちゃおう、でここでパス出す、あパスもうまいから全体的な数字が高いってこういうことやからね、カガ振り向いちゃえ、でここからカガ振り向いちゃえ、いけいけ、まあ、みんな集まれ、神がよう取った、え待て、一周でしょ、ライカルトから、うーん、ロナウドライブレなんだぜ、ライうわー、どこまでブレイクしてんだよ、そっちのライブレイクしたらダメだろうか、立てます来るんかな、もしかしたらな、オッケーオッケー、ならサイドバックとライカルトで2人でなんか 3P しようぜ、あー無理か、カカ拾え、ライゲイカ、神が神が神が取って、神がお前取り拾うぜ、フェンビューだったらクソ頭が痛い、ロナウドナイス、でも高い位置のロナウドやっぱいいね、ライカルトボール持って、でこれさらにサイド使ってからここな、でロナウドが落としのここの縦の推進力、これがライブレイカーのロナウド、ボール持ってぶちかめ、ぶちかめ、やったー、やっぱロナウド最高、ボール持って落と、いやパスでもいけるな、いや無理かー、ちょっともうちょい手前でよかったな、フリット出したかった、フェンビュー、あーじゃあ間違えたもうそういうやつやん彼女とか怒るやつは元カノの名前呼ぶやつやん、まあ、やってもないですけどね、チェキチャー、バランからこっちはトラップいいね、カカからまあ君ひでしょこれは、さすがにね、うん、ロナウド走り込んでる、お前を生かしたい、そして俺を生かしてくれ、死んじゃうこれじゃあ、うち死んじゃう、リスカしようかな、マジでもライカールとこれ取りに行けるか、無理、あーこれも取れないか、フォファナ、おい神がやれよ、神が神が神が裏目見るから、うわくそ、やめろチェキチャー、
回縦パス通したいけどな。これ厳しいか。ルンミニが前向いてくる。はい、ラインブレーカーもうそんなないないないもう。ロナウドがラインブレーカーで FB で登場した瞬間からお前の居場所ない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 。甘かったルンミニが。お前は今日からロナウドさんの介護官や。見せつけたロナウド。行ったるでかましてやろうや。ここだ、やった。フリットがボール持って前向いて。そうそうそう。で、カッカーでしょ。ロナウド行かそう。で、一回落として、ライカールとマルディにロナウド。来い、ライブレード来い、クリカー、チクショマジかよ。あそこで短い使ってフラーメベルの短いコテクだけ。まあでもロナウドさ、まあはっきり言うとさ、まあ俺のボックスに3回も登場したわけやから、まあもうちょい頑張らんとな。ちょっとなんかもうちょい理不尽でバン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 裏抜け出してシュートボンボン打ってくれるぐらいやってくれんと足りんかな、マジで。なんて言いたくねえ。なんで俺こいつの悪口をやろ。こいつしか今おらんのに。ちょっとなんかラインブレイカーのロナウドの動き、ここをしっかり注目しながらちょっと後半戦っていこう。そうやな。いやでも実際陣の低い位置でボール持った時にやっぱロナウドが前向いてからさ、あ、ボールよこせってやってくれても結構でかいね、やっぱりね。あとパス出したらなんかうまいこといきそうな感じするから、そういう理不尽な抜け出し、かましていきたいでござるよ。ライカールトからまずハフェルツ。で、高い位置ロナウドボール持たせて、ここ、指示なしでもうちのロナウドは上がってきますけん。無理かな、ちょっと厳しかったか、さすがに。ラインブレイカーロナウド家でも。あ、バレてないです。ここで一回口、お、そう、ハフェルツがここで、ムシアラが落とせ、そうそうそう、で、こっちますで、ロナウドがパスうまいやんけ。高いチョットがこういうことやから、ナイス、ゴールポスト当たってからゴールネットに入るってこと、俺ついてる。ペンベル当たってないけどな。まあでもロナウドが高いチョットに取ってくれてるのはめちゃくちゃでかいな。まあ無印のロナウドね、ウィニングレベル2019ぐらいに比べたら、まあ下がってくるとなくなったけど、ちょこちょこ下がってくるとシュートやん。それないからね。ムシアラがボール持ってぐるぐるぐるリンカーのハフェルツよくないこれ。で、こっからロナウドが合わせろ。ロナウド完璧じゃねえか。これこれ常に高橋ロナウドがおるってやべえことって気づけよな。クリオのクリは何か分かる。そう、クリトリスのクリやったってわけ。もうバッバに突っ張っとるけん。あとはそこにボールという名のね、指で刺激を与えるだけでもうスプラッシュですよ。こっからロナウドこの位置コントロールカーブをお手の物でござる。いやマジロナに気持ちいい。まずちょっと冒頭と1試合目あまりにも荒ぶっていたことをここに謝罪させてください。僕にはロナウドがいました。マジロナウド半端ねえっす。ラインブレーカーである強みがもうさっきの試合もろに出とったの分かるから、あれな。オフェンスセンスが高いっていうところもちゃんと出とったら、なんかあとなんか横に流せばロナウドがシュート決めれるよみたいな工場できとった。もうライン工場が完全に。あれ3点目とかハフェルツじゃなくても、あのアルバイトの子とかでもね、あのシュート決めれとったもんね。もうあれね。あーもう相手はレーティング相当高いですけど、俺にはロナがいるよ。いやマジでロナお前てめえこの噛まれんか。お前ベンベルから工場ええやから工場。お前相手はどんな感じですか。4-1-2さん、また4-1-2さん。でもてっぺんのロナウド見てくれ、なんて貧しい顔してるんだ。マジで CR7 か本当に。こっち21、ウィーシコシコピュー。顔見て分かっても CR3 ぐらいしかない。もうこっち21やから、お前の7倍海洋系やからな。もう獅子ちぎれます。レーティング上やからな。ちょっと集中してきたら、ネドベド戻ってネイマール一発裏か、フォーバナ。いやでも大丈夫、そんなライブレイカーねえから。作られたライブレイクや。それライブレイクじゃないですから。見せてあげましょう。ネドベルから一気に立て、フリートから前向いてライブレしてるんだ。もうロナウド勝手にライブレを始めて、ここでパス回せるわけよ。落ちてこないロナウドってこんなにも恐ろしいですね。で、上がってきてる。あ、待って、ロナウドやったのに、なんでフリートいっちゃったや。本当に持ち味を生かすじゃないけどさ、そういうことなんだよ。やっぱてっぺんに立っとることによってロナウドは価値を発揮するから。オッケーオッケー、これリュウジがナイス。マルディニが一回ボール持てます。はい、体強いんで、で立てますやろ。でロナウドからいけるやんけ。パスもうまちんこということですよ。なんかお前ライブレやのになんかちょっとそれやっちゃっていいの。お前やっとるやん。これ以上俺を傷つけるな。フリット俺の心と捉えろ。しかもそうか、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか今変なもん見たけど何これ。あー、まさか X ジャマになっちゃった。これ買ったろ。しかもロナウドはやっぱりグランダーパスの精度も高いから、あえて周りを生かすこともできるわけ。強いな。好きなくない、マジ。もそういうところ逆に好きって感じ。フリットから一気にこう切っていくわけですね。回転振ろ、うますぎー。はい、もう勝利確定やから、もうあの背景虹のしといて。カッカーがこれボール持って、おー、トラップが結構大胆な。でも許しちゃおう。今日は金がいいから、ボトマンからこっち。で、マルディニから前向いて、どこを立ってるから。ロナウドが空いちまってんな。ここでボール持って、ゴール押して前向ける。このフィジカル、そしてこのパスで、なしゃ、失敗した。ごめん。テンション上がっちゃった。ちょっと若干荒ぶっちゃってるんで、冷静にやっていきたいと思います。相手、冷静格上やからな。ちょっと落ち着いていかんと。カッカーからこれ取りに行って。いけるな。あ、いや、取ったけどなんか方向違くね。あ、取ったけど方向違いが連続。待て、お前がライブレーション。お前さ、なんでうちのロナウド無印みたいなとライブレーカーやのに。おかしくないこれ。なんか古くないけど、マジで。なんか決めちゃえ。ロナウド行け、ヘディング、おっしゃ、強いだろう。何これ、ライブレーカー全然ない。俺ライブレーカーのロナウド見に来とったのに、もうその空中説ロナウド全部ロナウドに共通するから、別に関係ないやん。カカが落ちてきて、これいけるか、縦怖いね、若干な。だがしかし、ルディ君、お前のロナウドは、おい偽物か。お前のがライブレーしとるやんけ。おかしいだろ。俺のライブレーカーのロナウド何しろこれ。ちょっと
干きついか。ロナウドが来とるな。なんかラインブレーカーみたいな感じしとるやん。だが所詮ラインブレーカーではないからな。どっから足が止まってしまうと、そこで行ききれないのがお前ら無印ロナウドの悪いところ。こっちのロナウドボスに進撃を開始してるんだ。もう降りてきちゃった全然ラインブレーカーない。なんでこれ、ちょ一人少ないからさすがにちょっと圧倒したいんやけどな。これ前半終わる感じ。終われはよ。おっしゃ、ということでちょっとあれ不良品あーでもいいよ、君がもしラインブレーカーじゃなくて不良品だった場合、あと2体いるからこっちストックあるから。不良品が1人生まれたとしてももう2体いるから安心して。全然君の代わりいるから。最初の方はなんかね、いややっぱロナウドライブレーやけどな、パスもできていいですわとか思っとったけど、もうなんかフリーとライブレーやっとったよライブレー取られとったよ日直みたいな感じで。秋なのちょっとこれはおかしいなって感じなんで、もちろんなんかそのロナウドがこう抜け出すところね、これちょっと狙っていきたいと思います。はい、まあえて少ないんでさすがにちょっと 2,3 発ぐらいはぶちかましていけるんだから、ハットリックかまそうや。確かにお前は何ロナウドや。そうハットリックロナウド21なんで、もはや21を3体ゲットしたから63なんよ。もうもはや半端なくない？怖いよ。ライカワルトからこれ一発でね、ロナウドがやっぱ無印じゃなくて上がってくれよな。開幕のタイミングでハベルツから一回、虫は通ったら神。あー通らなかったか。ハベルツまた通っちゃった。君ひー横バレてるが、しかしカーソルチェンジ難しいよね。いや完璧、裏抜けからしたバカ野郎、お前そういうことやめろって言ったのか。むしろこっちが君中入れよう。ロナウド決めてくれ。ロナウド、あれロナウドどこ行った。なんだボールもどこ行った。わけわからんこれも。あー攻める方向を絞ることによって人数の少なさをカバーしとる感じは。なるほどね。でもそのネイマール全員抜くことできねえよな。結局戻ることしかできない。ボンクラめかかってこいや。ほら10人じゃ勝ち目なんてねえんだよ。てめえには早く開けろちまいな。ロナウド来た。高い位置言うてことはボールが広いな。ちょっと待って、ラインブレーカーロナウドいいところが全然出てない。バレンダーいけるか。いける。これ取ろう。スーパーアタム、チェンジング持ち、チェンジング持ち。お前これ、あーダメだ。フィンフィル、あーつけ、ライカール。お、ロナウドめっちゃ、その抜け出し神だわ、マジで。それはラインブレーカーマジで。で、これ一回キックフェイントかまして、こっからのスピードとかドリブルの精度めちゃくちゃ高い。ダブルタッチがあったらなーとか思っちゃったけー。サイド来る。ほいほいほい。君引き取れるか。取れない。だがしかし、もとも、危な、危ねえ、突っ込んでよ。ラインブレーカー俺だけだぞ。リーガーこっち、無印の分際でよ。高い位置ハンナ、ライカルト、ロナウド出てんか。え、マルディーがボール持ってって、本当のロナウド見せつける人がありそうな、これ。一個落として、こっから、ちょ、待って、あ、走らしちゃった。人工ラインブレーカーしちゃった。しかしもかける。ぶち込める、ぶち込む。なぜ負けるんだ。能力値に関しては無印のロナウドあんまり変わらないが、バレちまってるぞ。ちょ、待ってくれ、ロナウドが点取り合戦に負けることありえない。ほら、落ち着け。ちょ、待って、まずい。メッチ来ちゃう。取れる。ナイス、そうそう、チェイシが。来たな。むしゃら、ここで、ハイブレアからって、すぐに外れちゃダメ。落ち着いてボール回して、ここでもう一回渡して、なんだ、ハベルツが。いや、待て。ここやな。よっしゃ、来た。完璧よ、スペースあったら走り込んで。撃てやー、撃ってくれや、マジで。どうしたよ、ライブレイカーのなど。ライブレイクしたから、お前に物語で終わっとるや。そっから始まりやから、結婚が始まりなんです、わかりますか。はい、君引き、ここ。はい。あ、ちょ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 、ほい。で、むしゃらから、あ、これ一回かかいやな。かいから、心ら上がってくる。あとでごめんなさい。そして、決定力の高さ、これ、これ、これ。これ、これ、チャンネルです。よいしょー !1500 しこ。でもみんな聞いてくれや。ラインブレイカーのロナウドが来てから俺レーディングミキミキ上がっとらんか。格上バン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 倒せよるな。これなんやって、これ。結局フェンベルが来ようかロナウドが来ようかもう関係ない。レーディングさえ上がればそれでいいんです。1544、もう格下じゃないか。はっきり言って今の俺負ける気しないから、もう絶好調引いちゃったらもう終わるよマジで。ラインブレイクどころか過ごそう。股間をブレイクしちゃうからマジで。もうこれだけティーパブロになるしかないからね、お前の人生マジで。まあ、このたびはカマミンガを使っていきたいところ。おお、ほぼ一緒やん。じゃあマジでもうルンメニキが強いのか、ライブレイカーロナウドが強いのかっていうところになってくるよな。はい、ストリートもういただきです、これは。縦パスバーンぶち込んで、サイド流して、こっから縦差し込んで、お、振り、あー、ここどうかな。あー、オッケーオッケー。ライカールドからこっち。で、ロナウドが手上げ。手上げてお前なんで避けちゃったの。え、でも俺はいけるんちゃうか。もしかして、フィジカルあるか。これ、ボールを奪って、前を向いて、というバーガーがロナウドの構え。おーいまたブレイクしたのは。もうすぐブレイクしたよ、マジで。もう余熱ゲージか。当たりすぎ、お前。取れる？取れるか？取れない。あー、フリットでじわじわ行くか。ルンメゲダブルタッチ、それだけ許しません。甘かったねー。フリットのキック力じゃダメだ。本当にキック力を持ってる人間がそこでシュートを打たれて手は入りません。そのキック力を持ってる誰かって、そう、ライブレロナウドだよ。ガン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 裏抜けで、ここでキック打ってマイボールにして、一人、二人、かわすことが、彼なら可能なんですわ。なんでだ今、抜き切っとったよな。俺のドリブルつけるか、珍しく引っかかったのにピカーンって。ちょ、ライカルト、取って、ありがとう。めり込めます、彼は。戻してからマルディーに、ここで、あ、パス見られ、ライブレロナウドのスキルを舐めるなよ。常にスペースを見つけて走り込んでいくからな。で、ここでキープした後、下げ、こういうこと、あ、オッケーオッケー、周りを使うこともできるからな。オフェンスセンスがいいということは、パスのコースが一つ増えることは、ここでロナウドやったら、前行ってくれるんちゃうかと思ったけど、無事にして、ロナウド、そういうことか。え、違う違う、バカで、うわ、なんだそれ。
てがうまくできそうな感じしたのに、丸く収まらなかった。ラウンド、エッジターンの強、めっちゃ綺麗よくない？やっぱラインブレイクラウンド違う。フリード、ここ。いけ、お前の前に敵はいねえ、ほら、ぶち込め、ラウンドができ、うわぁ、ゴール悲しい。マリディーニ、ここ、ロナウドが、はい、もらってこい。うん。ここ。ほい。ほい。いけるかな？ラインブレイクして！おわー、ちょ、待ってくれー！お前、ちょっとなんかその辺の動き無印っぽいぞ。もっとなんかちょうだいちょうだいみたいな感じで、荷物取る鳥みたいな感じでやってんやぞ。ラインブレイクがないから、マリディーニから一発もバチンいっちゃうか。まあ、無理よねー。フリート。フリート頑張れ。フリート、あー、取れんか。膝入れちゃったよ、もう。放線高校や。やめて、ライカード。立てくるな。ここでフリットでボールを奪い取った後、カウンターをかまさせていただく。あ、わかっ！お前、なんじゃ、それマジでクソだ！ CR7 以下の人間だ！ラインブレイクやるすな！俺を回路返せ！イライラする。俺のラインブレイカー、クリスティアーノ・ロナウド以外の人間がラインブレイカーするとマジでイライラする。もう特許申請したい感じでラインブレイクの。でも結構やっぱりスペース見つけてからバーって走ってくれるから、こういう縦パスが通しやすいってのはあるんやけど、そうじゃなくて、やっぱり中央のセンターバックの裏がバッコリ抜けてシュートぶち込むとこ見てよな。決めます。まあ開幕とりあえず守り散らかしまして、虫やら無理。いや、ここちょっと怖くない？甘い、甘い、甘い。ちょっとそちらさんのなんかルンメリケさん AI 甘くないですか？こっちのロナウドだったら間違いなく裏抜け取ったけどな、マルディーニから。一発の、ちょっとそれ大丈夫か？おい、なんでベッキーマル？そう、そういうことか。カウンターにした方が、まあ行きやすいもんね。ああ、相手を使ったパス素晴らしいロナウド。AI が超越してる。ナイスこれ前ボール。え？出てない？出たやろ？出たよな？なにこれ？はははは、玉広いやん。補欠やん、完全に。見越し場やん。一回ここかな。フェルツ持って、落として、ライカール。ここの、虫やら、ダブルタッチ。ロナウド！お前ら、素晴らしい AI だー！もうここしかないみたいな道をスーって行ってからボールとバディアスでシュートぶち込んじゃう感じ。ハッピーウェディング。いや、そういうこと、そういうこと、ああいうところでも常にポジションを変えながら、ねえ、ラインブレイクの機会を伺ってると、ロナウドって言ったらラインブレイク、やっぱり、ここで出てって、フィジコン、スピード、すべて思っていて、なおかつパスもできますからね。むしゃる、行っちゃって、むしゃる、行っちゃっていいよ。ああ、若手、もっと頑張っちゃえ。ユディがここ、ライガーのところ取った後、サイド使っちまいます。で、君引きからワンパー、これ間に合うやろ。ここ、若干きつい。ロナウド頑張って。取れる！ロナウド、いや、このフィジカルと頑張ってた。若者には負けない、頑張ってた。素晴らしい！ポジション変更は止まらないぜ！たまんない。もう適当にパス出してもなんかいけるんちゃう、これワンちゃん。あるよな、これ。あるよな、マジで。あるあら、全然あった。お目の高さと、もうラインブレーカーっていうのがうめいこと相まって、この爆発力を生んでるわけです。やめて！危ねえ！とねえ！カルガモの親子か、そいつら。中やな。中でカフェリスからこっち。そう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 。で、ライカルト上がってって、もうロナウドが抜けてると予想。どうすか、このライブ！乗れ！チキショ殺すぞ！いやー、でもいい感じのタイミングで常に伺ってくれてると嬉しいよな、それだけで。あ、しっかりラインブレイクしようと頑張ってくれとんや、みたいな気持ちが伝わってくる。日本人そういうとこすげえ重視するから、俺はすごく嬉しいよ。ハベリス、ここ、めっちゃ横掘るやん。何？ウィングストロンが帰っちゃったよ、こいつ。君ひでもガバー行こう。これでもサイドバンバンに張ってから、サイド行かないと、で、サイド来させといて、こっから逆サイド変えていくと。いや、ちょ待って、えぐくないそれ。えぐい！あ、えぐいわ、それ。あ、えぐい、えぐい、あ、えぐい、マジで、もう、えぐい。もう、それは、えぐい。パーン！手下げくん！フェンミルフ惜しい！以上！